ウッチー鉄道チャンネル、ウッチーです。第1回でね、電車のことではないんですけれども、ちょっとうちのハムスターのことをあげたいと思います。この子、白いハムスター、名前は、ハチパーちゃんでございます。ハチパーちゃん。ね。増税前に、買ったということで、ハチパーちゃんというふうに名付けていただきました。はい。ちなみに私がつけたのではございません。ね、つけていただきました、知り合いの方に。はい。で、今、ハチパーちゃんは、かわいいかわいい、キャベツを食べています。ね。この子は、生まれて2ヶ月ぐらいなのかな。ちょうど2ヶ月経って、ね、我が家に来ても、1月半ぐらいですかね、経ったんですけれど。大きく育ってると、重い、女の子です。ね。とてもかわいいかわいいハチパーちゃんです。はい。なので、ちょっとハチパーちゃんのね、様子を、これ、キャベツ、今あげたんですけれども、ちょっと食べてるところ、もしよろしければ家族紹介ではないですけれども、見ていただければと思います。では、お楽しみください。私は水食べてますね。ちなみに、この木の、下の方の木みたいなものがあるんですけど、これかじるやつです。ね、木をかじるやつなんですけれど。どうも、ハチパーちゃんあんまり好きじゃないみたいで、キャベツの方を好んで食べてますね。ちなみに、ハチパーちゃんにあげたの2回目なんですけれども、キャベツ。昨日ちょっとあげたんだけれども、止めどなく食べてるっていう感じで。がね、はい、すごいね、いっぱい食べてるね。ほう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 。はい、じゃあまあこれ以上特に変化もございませんので、動画の方この辺で失礼させていただきます。またね、ちょっとうちのチャンネルで鉄道とは関係ないんですけど、ハムスターのペットの様子とかも伝えていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた、さようなら。